最初に映ってますけれども、どこが来年金でどこが選挙金でどこからが副社金でどこからが後輩金でそういうの全部ね、覚えてはる人は覚えてはるかもわからないですけれども、名前の覚えとかと交代で言ってなければ、全く言えないですね。どこで何を使うかというと、ね、収支構成が、ここのところに見てみたら、それは何いくら状態で残ってくるか、これいくらでしょうけども、これ自身が流動って強引に広がることは無理なんです。だからなんでって言ったら、こっち側にそれを引っ張る用の、引っ張り上げる用の、またこっち側に縮む用の筋肉がいてくれるから。見えへんでしょ？正面から見てるっていう方法なので、短い手にできます。小さい手どういうことなんだろう。皆さん、今更ってことですか。そういうことはあることで、やっぱその正面の正面っていうのはですね、まだ続いてるとは思いますけども、で、そのあまり気にしてる人はないと思います。動画して持ってますけども、一応トーンとしては、白黒グレーの3段階ぐらいある程度しっかり捉えられると思うのね。それはやっぱある程度の慣れっていうのが必要なんです。持ってたらね、これアートモデルさん使って、それができてたら少々形がいびつでもね、なんとなく襟見えちゃうのね。うん、絵っていうのは要は色面の連続ね。フォルムに乗っかってる色面の連続でしかありません。ですからね、フォルム
に一生懸命心を砕いても色面と整ってこなければ、力半分しか発揮できないんですね。ですから一生懸命形を取るという人は半分だけ作業している段階にしかまだなっていませんので、うんうん、これらのことを成功したのでね、下半身はちょっと流れちゃったかな、うん、1、2、3、ただ本能的には言ってたそれをだいぶ意識してもらったみたいで、たるみ具合っていうのは一応意識はしていただきますね。まあこっちの手を持つのが非常に難しいっていう話がありましたけども、馬力を超えることね。慣れたらこう中途半端に隠っていうのが一つの手かな。滑らかにしてもいいかな。これもったいないですね。背景のマーケが乱れてるので、中身で使ってる影伸びなんかすごい綺麗なのが入ってるのが、ちょっとね、あれ雑なのかなっていうふうに勘違いを持ってしまうので、もうちょっと整えたいと思いますね。僕のレストランの二度手なんか相当に真っ黒です。相当に真っ黒けやけど、グラデーションをうまいことつなげれば、手だけは外だけね、やけどしてみて真っ黒けが見えないと思うの。ですから、黒くすることについて、恐怖感を持たないか。それと、今日のところでは歯間、ね、伸びてる地域、それをしっかりと押さえてみてください。で今日はね、朝から寒い中、お疲れ様でございました。で僕がやってたのは、東京ビデオ撮ろうが何しようが自由だったので、別に写真撮ってもらっても結構ですし、その辺は自由にやってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。